池田大作先生の直結の弟子。今の公明党は反逆者の組織。創価学会政治部が公明党を不支持宣言。公明党山口那津男代表を解任宣言。今話題の池田創価学会理事粟田氏に聞いてみた。あなたは本物の創価学会員ですか？はい、そうです。ならば、あなたの師匠は池田先生と原田会長のどっちですか？そして、日蓮大聖人はあなたにとって根源の師匠ではないのかどうかお答えください。どちらも師匠です。池田先生も原田会長も同格の師匠ということですか？何か問題ありますか？ということは、池田先生と原田会長が同格ということですね。格を仏法で説明願います。なぜ仏法による説明を求めるんですか？あなたにとっては同じ境外なのかということです。再度の確認、日蓮大聖人はあなたにとって根源の師匠ではないのかどうかお答えください。即答しないのはどうしてですか？格を仏法で説明願います。この的外れな要求をし、日蓮大聖人が根源の師なのかどうかという信仰者ならば即答できる問題を再質問された直後から返答しなくなった粟田氏。創価学会にとっては世界公戦力の永遠の師匠である池田大作氏と、ただの六代目の会長でしかない原田稔氏を同格とする粟田氏。そればかりか、創価学会の御本物である日蓮大聖人を根源の師匠だと認めきれない迷いの境涯。これが池田創価学会なるものを創立したらしい粟田氏であることが分かった。創価学会二代戸田会長が魔の本尊と指導した者に該当する本尊を平気で拝み、喜んで世界中に配っている極大矛盾教団創価学会から、このような自己矛盾者が次々に生み出されるのであろう。日蓮大聖人の本尊を除いては、ことごとく天下の御用の本尊である。大御本願に直結したおまんなの御用の信仰でなければ絶対に苦労となる。御本尊が大聖人にご神仏であっても、大御本願に直結しなければ何の苦労もない。これ兄、法華経の目をくじれる人にあらずや。今末法に入って、目とはいわゆる未曾有の大曼荼羅なり。このご本尊より他には眼目なきなり。